抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン、今もまだこの胸に。はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日7月27日木曜日、19時を回ったところでございます。本日も淡路町スタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて本日のお客様、一丁ですね、はい、一丁代表の、柴崎恵子様においでいただきました。通称柴子さんですね。柴子さんでよろしいですか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は初めてですね、多分、はい、下着をご紹介する方に来ていただいたのが本当ですか。初です。初登場、はい、初登場ありがとうございますということで、ゴムフリーパンツを、作られてるんですよね。作って売ってる。そうですね、今はメーカーとして、私が販売と一通りの業務とこなしやらせていただいて、で縫製だけプロの方にお任せしている状態ですね。はい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 。そもそもそのゴムフリーパンツっていうのはどんなパンツなんですか。はい、まずその前にこれ聞きましょう。ごめんなさい。はい、一丁。あ、一丁。一丁の由来。はい、店名としましてはデザインパンツ一丁っていう名前がフルネームなんですけれども、一丁ってパンツ一丁っていうとパンツ一枚でパン一だ。歩いてる人っていうイメージだと思うんですよ。そうなんですよ。で、実は一丁って一丁羅の一丁から来てるんですけど、一丁羅って着古したたった1枚っていうイメージあるじゃないですか。あれはまあ一般的なイメージなんですけれども、実際意味を調べるととっておきの大切な1枚っていう意味があるんですね。とっておきのね。そうなんです。で、下着って本当は体の一番最初に身につけるものだからこそ、本当は体に優しいものを選んでいただきたいっていう思いがある中で、とっておきの1枚の下着を履こうという、大切にぜひしていただきたい一枚という意味合いを持ってつけさせていただきました。でもどちらかというとパンツ一丁っていうだけでね、みんな笑ってくださるんでもう二度と忘れない。二度と忘れないです。はい、言ってるだけです。大変ありがたいです。はい。で、ゴムフリーパンツ。そうですね。いわゆるふんどしパンツ。ふんどしパンツ。なんか昔ふんどしってなんかちょっと流行ったような気がするんです。そうなんですよ。一時的に一時ふんどしが流行った時期があって、でふんどしパンツっていうものを聞いて連想されるのってどちらかっていうと、こうやってこういうふんどしですよね。後ろティーバッグじゃないとか、ティーバッグとか紐っていうか、そうですよ、より上げるっていう感じですよね。そうそうそう、気合を入れる時の一枚、男性的なイメージが強いんですね、どうしても。そうそう、なのでふんどしパンツっていうとティーバッグじゃないのとか、前だれなんでしょ、なかなか履きづらいんでしょ普段っていうのがイメージ先に来ちゃうことが多かったみたいなんですね。なので私はゴムから解放されるパンツ、要は締め付けないパンツ、自由になるパンツという意味合いで、もうあえてゴムフリーパンツという言葉を作りました。でそれを1ジャンルか、要は締め付けない下着というのも当たり前の世界にしていこうと。要するにこれ締め付けられるとなんかこうやっぱあるんですよね。あるんです。私たちの履いてるパンツはゴムですから、はい、日頃から締め付けられてますよね。生まれた時からおむつ取れたらもう死ぬまでずっとですよね、ゴムが入ってますよね。はい、はい、でもそれが一般常識で、それはもう明治以降、文明開化の以降、西洋文化が入ってきてからもう当たり前の時代になってるんですけれども、じゃあ一番わかりやすいのが、手首に輪ゴムを留めていると考えていただきたいんですね。気になるね。そうなんですよ。手の首だんだん辛くなってくるじゃないですか。先っちょ冷たくなってくるし、で同じことが鼠径部に起きてますと。なるほど。はい、男性も腰回りをね締め付けたりするんですけれども、体の中心には動脈、大動脈とリンパ節が大事な器官が通ってて、巡りが一番大事なところなのに輪ゴムを止めている状態と考えていただきたいんですよね。そうで、それが結構若いうちは巡りが勢いがあるんですよ、体の。なるほど。若いうちは力量があるから巡るんだけれども、だんだん30代40代になってくると、現代の方ってやっぱり運動不足だったり座りっぱなしの仕事だったりとか、あとは暑いですよね。非常に暑くなりましたね。いろんな悪条件が重なって、どうしても巡りが落ちてくるんですよね。代謝が落ちてくる。私50歳だから相当落ちてるだろうな。運動されてらっしゃいますか？最近ね、ちょっと筋トレ始めまして。ごく最近ですけど。素晴らしいです。はい。でもなかなかその何かが起きないと予防しようっていう、やっぱりちょっと日本人はなかなか予防医学までいかなくて、何かがあったら病院行こう、薬用のもの状態がやっぱり今までずっと続いてるんですよね。そうなんです。でその巡りを普段から解放しておけば、常に巡りが良くなる。イコールやっぱり締めてると冷えた血が巡るんで、女性なんか特にだから冷えやむくみが起きちゃうんですよね。あれ血圧とかにも影響あるんですかね。締めてるとね。でもう一つ、私自身がそれに苦しんでいたっていうのが最初のきっかけですね。あ、もうきっかけね。IT 系のパソコンのデスクワークを20年続けてたんですね、私。そう、それでやっぱり座りっぱなしの仕事である時からなんかパンツの跡がつくようになった。鼠径部とか腰回りとか。で若い頃に比べて15キロ太って戻んなくなっちゃったんですよ。戻んなくなっちゃったんですよ。はい。でした時に跡がつくし、で特にちょうどその頃2年ぐらい前なんですけれど、妊活をしていたんですね。子供が欲しくて、でその時にやっぱ内診をどうしてもするんですけど、お医者様からパンツのゴムの跡ついてるねと。でこれやっぱり血流を阻害するから子宮に血が戻りづらくなるよ、イコール血が、子宮が冷えて着床しづらくなる、イコール不妊の原因になりやすいということを言われて、ものすごい衝撃で。でもなんか現代の人って体を冷やしやすい条件がいっぱいあるから、だからなんか不妊になりやすいとかね。冷えて当然の生活になっちゃってるんですよね、ライフスタイル自体が。でライフスタイルを変えるのって難しいじゃないですか。運動するって言ってもなかなかしたいで終わっちゃうっていう。そうそうそう。でだからって冷やすなって言っても暑いじゃないですか、異常に。そうだからやっぱり冷やしちゃうとしたら、ライフスタイルを変えずに体の巡りを改善するとしたら、パンツを取っ替えてみようかと。なるほど。それはそこに発想がこう行き着いたのは何か理由あったんですか？どうしてそこに発想気がついた？そうですよね。普通というか、そうそうそう、我々一般人はしょうがないなってでなんか諦めちゃう。そうですよね。あと体温めるとかね。そうなんですよ。それこそ30、40代の女性ってやっぱ心は20代なので、まだまだだから20代にやっぱちっちゃいパンツというか、可愛いパンツ履きたいんですよ。なるほど。そうするとね、ちっちゃいんですよ、こんな。でそれをビヨンって伸ばしてギュッとゴムで締め付けられた状態を無理して履いてるんです。なるほど。で本当は楽な下着も、子育てとかね忙しかったりすると楽な下着を履きたいんだけど、やっぱりちょっと高年齢者方面の下着だとちょっと楽なんだけど見た目が二の次の状態になってしまうと。で私自身が正直 LL のサイズパンツですらきつかったんです、その当時。でこの上に行くのはちょっと悔しいって思ったところがあって、でもねデザイン的にも選びようがなくなったんですよね、どうしても。じゃあ自分で作っちゃえと。試しに自分が履く分にはどんだけ下手っぴでもいいだろうっていう気持ちで一回作ってみたんです、綿だけのパンツ。そうそしたらすごく楽だったんですよ。解放された感じ。解放されました。もうなんか抜けた。そうですか。これ体験しないとわかんないですね。そうなんです。なかなか普段私特に自覚症状ないよっていう方でも、試しにじゃあ履いてみるって言われて履かれて、もうパンツ元に戻れないという方がかなり多くて、非常にありがたい。これ履いたら多分良さってわかると思います。そうなんです。試してこそのゴムフリー。そうそう。だってうちの息子なんてパンツ履いてないで寝てますからね。多いんですよ、それが。実は寝るとき履いてません。男性も女性も多いんです。これがさすがに高校生なんて入ってますけど、中学とか小学校で入ってなかったですね。結構小学校の男子とかね、締め付けられるの嫌だっていうのと、あと特に最近の若い子というか小学生の子とか、やっぱアトピーとか皮膚が弱い子も多くいらっしゃるので、湿疹跡とか、そうそうそう、ゴム跡とかで湿疹になっちゃってかいちゃって、そうそうそう、かきむしり跡になってるんですっていうご相談もいただいて、キッズサイズ作ったりとかで、男性もやっぱり腰張りトランクスだとベルトが当たって汗むになってしまう、この時期締め付けられて、でやっぱフリフリ感がちょっと落ち着かないっていう人はボクサーに行ったりするじゃないですか。ボクサーは逆に収まるんだけれども、風が入らない、熱がこもる、蒸れちゃうね、蒸れちゃう。でやっぱり男性機能は冷やさないといけないんですね。で意外とご存じない男性の方も多くて、そうなんです、そうなんです。下袋のところがね、そうそう、女性は中にあって男性は外にあるっていう理由の部分、冷やさないとダメなんです。そうなんです。私すごい納得してそれ聞いた時に、そうなので男性用も作りました。それはもうご嫁いただいた中から作っていった、発展していったっていう部分は非常に大きいですね。おかげさまです。すごいな。でもそこに着眼したところがすごいですよ。私面倒くさがりなんでぶっちゃけ、なので楽なもの楽なものを追求してたら究極のシンプルにたどり着いたんですよ。無駄がなくなったというか、むしろ誰もやってないことにたどり着いた感じですよね。そうですね。いわゆるふんどしパンツはあってもフリルフリフリだったりとか、ちっちゃかったりとか、やっぱり腰回りだけゴムが入ったりとか、なかなか理想ではなかったんですよね。なのでそういえば物を見ていただけるとご覧いただけたらと思います。はい、こういったこれは女性用、女性用ですね。そして男性用に関してはいいですか、私あ持っちゃっていいですか。女性用でよろしければ、なかなか触れる機会も、そうそうそう、これさ、これさでしょ。こちら男性用、これ男性用、そうなんです。ちょっと今回はリバーシブルの、なるほど、なんか入れ墨のようなデザインですね。男性はやっぱりその和の部分を大切にしたいな、女性ももちろん和のものも使ってるんですけれども、可愛いのがお好きな方が多いので、男性と女性をそれぞれお持ちしてみました。ちゃんとこの辺りが余分にね、男性はちょっともっこりタック、もっこりポケットをお作りして、しっかり収まるのに動かなくて、でも横から風が入りますよというところが非常に確かに確かに蒸れないのがポイントだな。どうしても横もあるんでね、トランクスは風は入りづらいんですよ。あ、でもここはゴムなの？そうなんです。男の人はセミオーダーという形で、あなたのサイズに腰回りを合わせますよ。ゴムの長さ変えますよ。なるほど。紐はね、男性はちょっと恥ずかしいという方が多くてですね。あ、そうですか。そうなんです。紐でもいいですね。あ、でも最終的にはお紐が。金具はなんか大丈夫かな？はい。じゃあ女性の話なんですけども、女性ね、結構これレギュラーサイズなんですよ。 M サイズから LL サイズの方までこちらのレギュラーなんですけれども、ちょっとね深履きなんですね。一般的なパンツで多分おそらくこのぐらいの小ささなんですけれども、あえて深履きに、そうそうそう、腰のくびれのところまでいくのかな。ご名答、素晴らしい。そうなんです。腰骨の上にストッパーが乗るようにすることで、お尻が先にいくんですよね、女性って必ず。そうで、着用図としてはこんな感じ。これは真面目ですからね。真面目です。真面目ですよ。モデルさんです。モデルさんです。はい。なので、あくまで普通のパンツとして履いていただけるようなスタイルで。なるほどね。お作りしてます。あ、ということはこの金具はちょっと気になるけれども、この金具は当たらないところで収まる。当たらない位置で収まるように設計されてます。なるほどね。で、一切ゴムはこちらは中に入れて、使ってないですし、男性も中には入れてません。あ、なるほどなるほど。そうなんです。横のあくまで落ちないためのというイメージです。あ、そうですね。パッと見でもあくまでパンツ型っていう、そうですね。トランクスとボクサーパンツのいいとこ取りという感じですね。横がこういうゴムになってるね、これね。これがあれなんです。結構弁護士さんだったり、行政書士さんだったり、会計士さんだったり、お堅い職業の方が受けてるんですよ。堅い人は緩いパンツを履きたい。そう、普段自由がテーマなんですよ、この商品。自由になりたいって。お仕事上堅いので、どうしても自由、パンツぐらい自由で痛いなっていうところはね、どうやらコンセプトは合致してるみたいですね。はい、もともと自由な人はそもそも自由なんで。自由なんで。なるほどね。はい。ちなみにこれはお一つおいくらですか。はい、男性は横丁をあなたのサイズに合わせますよのセミオーダーなので3,500円でやらせていただいてます。3,500円生地でもいいですもんね、これね。はい、結構デザインを選んでいただいて20種類ぐらい男性あります。これ長持ちそうです。とっても生地がいいから。そうなんです。男性も女性も洗濯ネットさえ入れていただければ丸2年余裕で持ちます。あ、本当ですか。生地がねすごいしっかりしてる。そうなんです。ちゃんと2枚仕立てになってね、内側はあ、なるほど、はい、ガーゼだったりとかガーゼ、綿、なるほど、という形で肌に優しくなってるんだ。で、女性はストッパー式になっておりまして、トイレもさっと楽に自由に動けますよ。で、1枚2,800円でやらせていただきます。これも全部同じ金額ですか。はい、デザイン変わらず統一させていただいてます。2,800円女性用ですね。で、男性用が3,500円。3,500円。さらに実はこちら、本物のお着物を解体して作った総シルクのお着物パンツというものも。いや、これは肌触りいいよ。ございます。そうなんです。肌触りいいよ。これアンティークのお着物なので、もうすでに何回も洗われて縮み切った最高にサラサラの状態をパンツにしちゃいました。これ軽いです。寝る時が一番、こちらは履いてるのに履いてない、いやでも履いてないっていう感覚が。へえ、これは高級だな。はい。おいくらですか。こちらは4,800円でさせていただいて、一点物ですもん。一着のお着物から作れて5枚6枚ですね。これおしゃれですね。はい、シルクがお好きな方はもうシルクだけを履かれている。肌触りですよ。肌触りこれ。そうなんです。なので普段使いですね。こちらはコットン 100% なので。普段使いにお使いいただける方法を、はい、寝るときにいかがですか。なるほど、普段使い寝るときと。そうなんです。使い分けを結構されてる方も多いですね。なるほどね。これはどこで買えるんですか。普段はネットウェブ上での販売だ、はい、販売をしておりまして、であとはイベント販売、次8月の5日の土曜日に東京ビッグサイトでデザインフェスタに出店。間に合わないですこれ。すみません、間に合いません。8月2日間に合いません。すみません。もう3日後ぐらいですもんね。3日4日後ぐらいですもんね。来週末。来週末か。はい。でも金曜日か。ちょっと難しいかな。大丈夫です。すみません。はい。ちょくちょくイベント。でもね、夏やっぱりね、涼しそうですねっていうことで夏が一番ね。ですね。そうなんです。なのでどちらかというと月1でご覧いただけるようなイベント、8月の12日には風水の先生と一緒にコラボでゴムフリーパンツ。ちなみにあれですね。そしたらそういうのはウェブサイトに行くと紹介されてますよね。はい、情報を載っけていきます。はい。基本的にウェブサイトを見てそのイベントに参加していただくと、はい、ウェブサイトにご覧いただいてウェブオーダーをいただいても結構ですし、ぜひ来てやっぱ見てほしいんですよね。見て触って試着して。そう、試着もできるんですか。はい、下着の上からだったらもちろんそうですよね。サイズ感を見ていただきたいっていう部分ありますよね。はい。でもこれね、そう一回着てみると良さは分かると思います。見たら私だってこう手で触っただけでもこれなんか楽そうだなと思いますもん。開放感と、多分そうだと思う。なんて言ったら湿気を飛ばす、なので張り付かないんですよね、一切下着が。すごく楽です。いやでもよくここまでたどり着きましたね。お客様のおかげさまなんですよ、本当に。こういうのないの、こういうのないのの繰り返しを取り入れてった結果、今出来上がってる部分。でもそれこそなんかあれですよね、百貨店とかで置いたら売れるんじゃないですかね。ぜひお待ちしております。お取り扱いお待ちしております。そうそう、百貨店とかでちょっとだって下着にしては少し値段のねいいじゃないですかね。だからいい値段ですからね。実際経営者の方とか、なんていうんだろうな、健康意識の特に高い方々、意識の高い方々がまずですよね。試してみるっていうパターンがすごく多くて、そうなんです。で結局これを別に30枚も40枚も持つものではないので、5枚持てば十分3年ぐらい持つので、そう考えると体にいいもの、結果としてその病気を2病を防ぐとか予防医学の部分で考えていただけると、医療費考えたら結果としてお安く済むのではないかという部分で、いや何よりやっぱりね、自由な感じっていうのはフリーっていうのはいいですね。体から心へ自由を楽になれる。そうなんです。楽になれる。これいきましょうか。ありがとうございます。何でしょう。例のカードです。はい、じゃあこちらで。よっと。はい、なんでしょう。責任。重い。重い。でもやっぱりあれじゃないですか。人類発展のための責任を。はい。そうなんです。柴崎さんは持ってると。世界パンツ革命。パンツ革命。はい。パンツを締め付けないパンツっていう概念がなかったじゃないですか、今まで。新しい概念を私作っていきたいんですね。いいな、世界パンツ革命いいっすね。そうなんですよ、ワールドパンツ革命で。ワールドパンツ革命、パンツレボリューション、パンツレボリューション。あ、それいい。そう、ある意味そういう意味では責任ですよね。新しいことを世に広めていくっていう責任がありまして、でもこれでパンツを選ぶウキウキ感とか、そのテンション上がりますっていう言ってくださる方非常に多いんですよ。すごくそれが結局心の自由につながっているっていうところがもう嬉しくって。これでもアンテナショップとか作らないんですか？はい、ですね、癒されさんというウェブショップ、アマゾンで販売している癒しショップ専門店さんがありまして、そちらさんで無地のタイプのオリジナル商品、ゴムリーパンツを販売いただいて、宇都宮でも来月から、宇都宮のショップさんでお取り扱いいただけることになって、フェムニュートラルさんっていう、フェミニュートラルさん、ちょっと下かむんですけど、フェミニュートラルさんの方でお取り扱いいただけることになってまして、これからどんどんその販売店さんを増やしていって、まずは知ってもらいたい。扱ってくれるお店はたくさんあると思います。ぜひ大募集しております。いや、むしろそっちの方を拡散した方がいいですね。扱ってくれるお店をね、募集します。はい、メーカーとして頑張ります。はい、でちなみにその扱ってくれるそのお店を、お店の方、あ、これいいなって言った人がどこにご連絡するんですか？ホームページ。はい、ホームページに連絡先がありますので、そちらから。ただ電話がですね、大体外出してて取れないので、もうメールの方がいいですよね。そうですね、メールの方でまずご一報いただければご連絡すぐお返しいたしますし、はい、Facebook とかつながっていただければ、はい、しばこのひらがなで検索していただければすぐ出てまいりますので。しばこさんね、しばこですね。しばこ、そうなんです。柴崎恵子で検索しても出てこないっていうぐらい。ああ、そうなんですか。はい、しばこさんね。はい、よろしくお願いします。フェイスブック検索してください。ホームページもありますと。ホームページは一丁ですか？はい、デザインパンツ一丁、もしくはゴムフリーパンツで検索すると、もう上の方ほとんど全部ゴムフリーパンツ。なるほど、なるほど。はい、当店が出てきます。当店が。はい、当店が出てまいりますので。はい、ゴムフリーパンツね。ゴムフリーパンツ。はい、わかりました。どうぞよろしくお願いします。ぜひちょっとアクセスしていただいて。はい。これぜひお店に置いてほしいですね。そうなんです。これ手で触らないとわかんない感じ。そうなんです。一緒にパンツ革命をしてくださる販売店さん募集しております。これ絶対いい製品ですもん。これから締め付けない時代が来る。もう疲れ切ってるんですよ皆さん。ストレスない人いないじゃないですか。それね、うちの業界でも全く一緒のこと言える。ですよね。組織の中でも締め付けられてばっかりなんですよ、社員の人たちは。そう、もう管理でね、管理されてね。でもそこから解放したいんですよみんな。そうなんですよ。でいろんなアプローチ方法があるので、精神面とかね、いっぱいコーチングの方とかコンサルの方とかいらっしゃるので、私は誰もやってないような下着の面から締め付けない、締め付けない、もう解放する、解放する。もうテーマは自由、自由です。はい、ということで、そろそろお時間なんですけど、ありがとうの気持ちをお伝えするコーナーなんですが、どなたをお伝えしましょうか？はい、私の主人、柴尾さんに。柴尾さん、柴尾さん、柴尾さんと柴尾さん。はい、あ、なるほど。です。わかりやすいです。はい。はい、あ、で、はい。ぜひぜひ、じゃあ、柴尾さん。うん。はい。一番やっぱり協力してくれてる感じですか？そうなんです。この仕事を始めて2年経つんですけれども、やっぱりね、最初思うようになかなかいかない、本当に時間がかかる商品だと思うんですね。でも笑いながらでも、まあ、好きにやってみるといいよということをですね、いつも背中を支えてくれるし、時には蹴り飛ばしてくれるそんなスパルタな旦那様ではありますけれども、彼がいなかったら多分私、心がへこたれてる、メンタル弱いので、すぐ心を折れやすかったりするんですけれども、逆に蹴り飛ばしてくれるおかげでですね、いいもん頑張るもん。逆に、はい、そのやる気をやる気をね、起こさせてくれる。はい。し、最近は最初は笑ってましたけど、最近はいけるんじゃないっていう反応に変わってきてくれたので。私いけると思うけどな。ありがとうございます。すごくそういう匂いを感じる。ありがとうございます。はい。なので本当にいつも支えてくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも支えてあげてください。よろしくお願いします。全力で頼ります。よろしくお願いします。私からもお願いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。というわけで、最後にですね、大事にしたいことをちょっとお伝えいただいてお話したいと思うんですけど。わかりました。大事にしたいことは、私自身が自由でいること。大事ですね。そうなんです。本当。私がそうストレス抱えてたら伝わらないと思うんですよ。確かに確かにそうなんです。で、私はもともとすごい自由人ではあるんですけれども、でもやっぱりいらんこといろいろ考えちゃったりとか、あの時あんなこと言わなきゃよかったとか、まあいろいろ反省する点に縛られることがすごく多くて、で一人でものすごいストレスを抱えたりとかして、でもやっぱりニコニコしちゃったりとかして、はい、なので私自身がストレスだったりとか、その思い込み、自分の悪い思い込みっていうのをどんどん解放していって、でストレスフリーな自分を、背中を見てくれっていう形で、はい、皆さんにこの商品とともにですね、お伝えしていかなくてはいけなくてはいけないじゃない、そうしていきたいという気持ちを持ってですね、自由を皆さんにご提供できるようにやっていきたいと思います。いいね、なんかすごいなんかワクワクしますね。そうなんですよ。なんかね、これ考えるとワクワクしかしなくて、そうなんです。それが仕事ですよ。そうなんです。楽しいです。楽しい。ありがたく。いやもうぜひぜひパンツ。はい、パンツ。ゴムフリーパンツ。はい、ゴムフリーパンツ。デザインパンツ一丁。パンツ一丁よろしくお願いします。ホームページでぜひお買い求めいただけますので、ね、ホームページにアクセスしていただければと思います。本当にありがとうございました。こちらこそ。今日はテレビショッピングみたいになりましたけど。知ってほしいという、まずはこれ、こんなのありますねっていうところを、はい、ご覧いただけたら。これ絶対売れると思いますね。ありがとうございます。頑張ります。はい。というわけで、もう一度ご紹介をね、させていただきたいと思います。一丁ね、代表の柴崎恵子様、そして通称しばこさんですね。においでいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。